兵庫県の伝統的工芸品に指定されている杉原紙の原料となる楮を冷たい川にさらす作業が兵庫県多可町で最盛期を迎えています。多可町上区の杉原紙研究所では、奈良時代から伝わるとされる昔ながらの製法で、特産の高級和紙、杉原紙を作っています。原料となる木、楮の樹皮を冬の冷たい川に叩きつけて細かい汚れを落とし、アクを抜くことで自然な白さになるということです。手間暇かけて作ってますので、使っていただく方もやっぱりこう大事にいつまでもこう残しておいてもらえるような、そんなことに使ってほしいなと思います。この後、楮を日光に当てながら乾かすことでより白く上質な和紙に仕上がるということです。この川さらしの作業は来月下旬頃まで続きます。